食べる？え？あ、マユシーはね、バナナがあるから大丈夫だよ。へへへ。明日は、お雑煮と、お汁粉と、おせち料理を食べるんだ。お母さんの作ったおせち料理とっても美味しいんだよ。お正月はね、マユシーにとって神イベントなのです。今日は二人きりだね。たまにはこういう静かなのもいいな。ねえねえ、ちょっと窓開けてもいい？はぁー、寒い。はぁー、あー、ほらほら、息が真っ白だよ。マユシーはね、大晦日のこの時間のシーンとした静けさがとっても好きなんだ。なんだかいつもの夜と違って、聞こえる音は少なくて、時間が止まったように感じられるもん。冬の夜空って、空気が澄み切ってるような気がするよ。あのね、子供の頃、おばあちゃんと二人だけで、大晦日の夜に外に出たことがあるの。雪が降りそうで、なんだか肌がキュッて引き締まるような寒さで、お星様綺麗って言ったらね、おばあちゃんはマユシーをおんぶしてくれたの。空に少しでも近づけるようにって。おばあちゃんの背中は、とってもあったかくて、空一面にお星様がたくさんキラキラしてて、そしたらピューって流れ星が流れたの。気がついたらマユシーは一生懸命手を伸ばしてた。もしかしたら落ちてきた流れ星に触れるかもって思ったから。今日もね、星に本当に手が届きそう。ねえねえ、一緒にやってみようよ。ほらほら、夜空に向かってそーっと手を伸ばすの。そーっと。どうかな。あのね、届きそうって思えたなら、それでいいんだよ。そう思った時にね、自分とあの綺麗な星空がつながって、広い宇宙の一部としてここにいるんだなーって感動できるの。そろそろ日付が変わるんじゃないかな。あ、ほら、やっぱりあとちょっとだ。ねえねえ、10秒前から一緒にカウントダウンしようよ。カウントダウン。ちょっと待ってね。うわ、あった。こういう時のために用意しておいたんだ。はい、クラッカー。ゼロになったら二人で一緒にパーンってやろう。うん、じゃあそろそろ行くよ。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。すごい音だったね。じゃあ改めて、トゥッテルー、明けましておめでとうございます。こ
今年もよろしくお願いします。あ、流れ星だ。見えた？窓の外、あの辺をね、ピューって。願い事ちゃんとできたよ。流れ星が流れている間に願い事を3回唱えると、その願いは叶うって言うでしょ。マユシーはいつもこう唱えてたんだ。ずっと人質でいられますようにって。でもでも、今回はね、初めて新しい願い事をしてみたの。さて問題です。それは何でしょう。3、2、1、はい、時間切れ。正解は、ずっと幸せでいられますように。